マクシミリアン・ビルヘルム・フォン・ブラウンシュバイク・リューネブルク、または、マクシミリアン・ビルヘルム・フォン・ハノーファーは、ドイツのハノーファー選定校下の講師で、神聖ローマ皇帝軍の将軍、元帥。ハノーファー選定校、エルンスト・アウグストとその妻で、プファルツ選定校、フリードリヒ五世の娘であるゾフィーの間の、第三子、三男として、オスナブリュック郊外のイーブルク城で生まれた。長兄は、 イギリスをジョージ一世、すぐ下の妹は、プロイセン王妃、ゾフィー・シャルロッテである。5人の男兄弟と共に、職業軍人となり、うち兄弟3人が戦場で落命している。長兄以外の男兄弟と同じく生涯独身を通し、子供も持たなかった。神聖ローマ皇帝軍に仕官し、最終的に元帥にまで上り詰めた。1692年。 一族の信仰する福音派からローマカトリックに改修している。1701年に始まったスペイン継承戦争ではハノーファー選定綱領の軍隊を率いて参戦し、1704年のブレンハイムの戦いにはオイゲンフォン・ザボイエンの帰下で騎兵隊の司令官として参加した。ダリル・ランディー、フィールド・マーシャル・マクシミリアン・ビルヘルム・ハノーバー。 thepereage.com 2012年6月17日閲覧ありがとうございます。